あ、来た。繋がった。というわけで、え、メールアドレス？デスティニー2オープンベータ深夜2時から開始で、まあ、ちょっと数分間遅れて、多分まあ混雑してるんだろうけど、やっていきます。これ OK。デスティニー1はやったことないから、ただ、なんだろう、ボーダーランズのように、RPG 性が加わった FPS っていうゲームは知ってます。よし。明るさは、まあ、このくらいかな。あ、こういうカーソルなんだ。はい。動画とかで、デスティニー1はたまに見たりしてたけど、なんかそうだ、なんか陛下があるから、選ぶんだけど、どうしようかな。タイタン使うか。動画見てたけど、こと細かくは見てないから、本当にデスティニーっていうのはどういう感じのゲームなのかは全くわかんないんで。これは何かのいたずらか？だとしたら柄になく結構やるな。こんなことで褒めるの？努力を求めない人ね。真面目にやってくれ。ザバラ、これが俺の真顔だぞ。わからないか？イコラ、報告を頼む。何者かが対空防衛システムに妨害工作をした。この数時間、通信にムラがある上に、防壁の外からは何も入ってこない。嵐のせいなのか？それとも衛星のデータはどうだ？何もいいってことだろう。違う、あるはずなのにない。衛星がなくなってる。そりゃダメじゃないか。戦闘態勢だ。私のところへ急げ。繰り返します。パワー、こちらシティホーク723、応答願います。どのチャンネルも応答がありません。緊急周波数でさえ無音です。何が起こっているのでしょう。前にスピードを出しすぎだと言いましたよね。撤回します。急いでください。
お、始まった。公共が全て破壊されて、タワーもシティも。前作から何かストーリーのつながりがあるのかわかんないけど、よし、じゃあやってこう。ジャンプでしょ。お、操作は手探りで。公共、3点バーストだ。大きなアーマーに銃、サイのような風貌、とりあえず攻撃し話し合うことをしない。うわ、なにこれ、タイタン。あ、タイタンは自分か。田原司令官だ。市民に次ぐ避難地点へ集合しろ。ガーディアンに次ぐプラザへ集まれ。シティを崩落させてはならない。こっちは SMG かな。ほうほうほう、キャラクタータイタンね。ちょっと設定を、はい、設定いじった。故郷を守る。あ、スライディングもある。あ、ふわっとしてる。これ視点は、ケイ、ああ、ちょっと待て。一体これは。ザバラはプラザで英雄ごっこしてる。俺はここでデートの相手を待ってる。短いデートだ。なんか出しちゃったんだけど、これ出てしまうんだろう。しまった。今のさ、 BO3 のあのヘンドリックスの吹き替えと同じだね。こっちだ、タイタン。私の武器を使え。ここから道なりに行けばハンガーを通ってプラザに出られる。ここにいる市民は任せろ。カバルが力で押すなら力で押し返せ。武器庫、あ、オプションから装備するんだ。この辺覚えていかないとな。あ、ストックしてて武器を変更できるんだ。オッケー、お、99発で、こっちか。あ、これで任務がわかる。これゴーストって言うんだっけ。おっと、お、強い。ガードリング、誰に破壊されてるとかそういう勢力についても全然わかんないんだけど、まあ、近未来戦闘にはよくあるパターン。タワーハンガー、おるおるおる。あれ、戦ってんのか。あ、倒してる。あっ、体力自動回復か、これ。うわ、おっと、センチュリオン、あ、強い強い強い。あ、死んでもすぐリスポーンか。ちょっと RPG の FPS だっていう感覚があんまりないから突っ込みすぎたらあかん。
OK。 え、なになになに、うわ、おらおらおら、てててててて、一定以上ダメージ受けたらなんかシールドみたいの剥がされるはずなんだよな。あ、センチュリオン来た。リロード。痛い。近づけないな。よし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 。うわ、硬い。リージョンなり倒した、オッケー。センチュリオンガードがね、あ、やばい、たまない、移動しよう。よし、なんか補給とかあったりすんのかな、この辺。ないか。よし、あ、弾回復した。うわ、あの規模を見てください。司令戦と思われます。インフィニットオフェアを思い出す。わ、来るよな。OK。 これ強いけどすぐ弾なくなっちゃうな。なんか他に技はないか。あ、なんか投げた。あれ、センチュリオン、さっさと叩いちゃえばそんな硬くない。わ、硬い硬い硬い。なんかタイタン女性の声がするんだけど、女性だったっけ。よし、1匹 OK。 スーパーチャージ。カバルはシティだけでなくトラベラーも攻撃しています。弾補給。俺のゴーストがこのカバルをレッドリージョンって呼んでる。イコラ知ってるか。大抵は噂。カバルの精鋭で総督に恐ろしいほどの忠誠を誓っている。だけど関係ない。トラベラーが攻撃されている。助けなければ。却下だ。トラベラーのことは後だ。市民の安全を第一に考えろ。トラベラー、あのくっついているのは一体何でしょう。規模がすごい。あっちか。うん、別のプレイヤーがいる。これのプレイヤーがいる。
危ない。よし、なんかシールド張ったぞ。出て出て。ちょっと引こうか。あ、近い近い近い。行ったい。行って。よし。敵は相当訓練を受けている。だが負けるか。最後の市民が避難できるまでこの場所を守るのだ。めっちゃ来るけど、これ弾足りる、足りるか。来るぞ、シールドの中へ。あ、シールドの人。ゲートを通過させるな。避難シャトルがまだ残っている。ここ防衛線か。いやー、めっちゃ来る。ここさ、気のせいじゃなければ、なんかデスティニー1でもこういうところなかったっけ。うう、弾がね。飛びながら、いたいたいた。よし、ちょっと弾回収に行きたいな。全然近づけない。あ、腰ダメもすげえ当たる。回収回収。よし、司令船。ミサイルだ。シールドの中に入れ。ミサイル。まだかか。ガーディアンの底力を見せてやるぞ。そうか、シールド張ってりゃ、それは内側から弾なんで通んないか。近い。そうだ、デスティニーのこの人たち、ハンターとかじゃなくてガーディアンって呼ばれてるんだっけ。グレネード来い。来た。上昇。シャトルが飛び立った。でも預言者の姿はなかった。今から探しに行く。プラザを任せろ。イコラと行け。預言者を見つけろ。預言者を探す。わかりました、司令官。ミサイルだ、注意しろ。全く何のこっちゃだけど、移動しよう。預言者を失うわけにはいきません。お、お掃除ロボット。お、いい子だ。預言者はいない。レッドリージョン、これ以上の犠牲は許さない。私が地獄に落としてやる。ええー、ザバラ、
イコラなら預言者を見つける。あの司令船を何とかするぞ。島北部に向かえ。アマンドホリデーとそこで合流しろ。うわ、あ、こいつ違うぞ。 OK、 体力という概念があるから、ちゃんと敵ごとに突っ込んでばっかじゃダメだな。止めそうな時は突っ込んじゃって、おりゃ、今のはセムテックスに加えて敵を引き寄せる効果でもあんのかな。よし、頭待ってる。アマンダが接近している。彼女の船で司令船まで行け。あ、新しいの来た。あ、センチュリオン。あ、今の近接攻撃の特殊技か。やばい、近い。よし、お迎えが必要なんだって。ザバラ、頼みの綱のガーディアンを拾ったよ。司令船に乗せろ、急げ。しっかり捕まって。お願い、抵抗して。さて、新しいミッションだったけど、とりあえず敵の攻撃を受けてるんだなっていう感じで放り出されてるんで、まあ流れに身を任せて、時間かかりそうになっちゃうから、次回、ここから続きやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。